東京臨海副都心有明東京国際展示場。東京国際展示場は、日本の東京都江東区有明三丁目に所在し、株式会社東京ビッグサイトが運営するコンベンションセンター。運営会社名と同じ東京ビッグサイトの愛称で親しまれている。またその所在地から有明と通称されることもある。 中央区晴海にあった東京国際見本市会場の後継となる施設として1996年に開場した。建築面積は約16万平方メートル、展示面積は約9.5万平方メートルで2020年現在日本最大のコンベンションセンターである。しかし、国外のコンベンションセンターの展示面積と比較すると、 世界で78番目、アジアでも22番目と規模が小さく、世界最大のコンベンションセンターであるドイツの、ハノーファー国際見本市会場の5分の1以下の大きさである。このため2020年東京オリンピックまでには、総展示面積を10万平方メートル規模に増築する計画が進められた。東京国際展示場西展示棟と、会議棟東展示棟会議棟 東展示胸、東新展示胸、西展示胸、南展示胸からなり、会議胸は独特のデザインをしていることで有名である。また、敷地内の巨大彫刻、そう、ソイングも有名である。東展示胸、西展示島内アトリウムを見、展示胸かきに示すような多様な催しが開催され、国内のコンベンションセンターとしては、採事件数、来場者数ともに群を抜いて多い。 東京2020オリンピックパラリンピックでは当初、メインプレスセンター、国際放送センター、オリンピックのレスリングテコンドーフェンシング、パラリンピックのボッチャパワーリフティングパラテコンドーの競技会場として当店事情を使用する予定であったため、これに合わせる形で、招致計画の立候補ファイルでも、 屋外展示場等がある西展示棟の南側に、延べ床面積約4万4000平方メートル、山層階の新施設を増築するとしていた。2014年6月17日の東京都議会にて、屋外展示場がある西展示棟の南側に、現行展示面積の25%ほどの広さの新棟を2017年度にも着工し、 オリンピック前までに完成させるという計画が公開された。この新旨はオリンピックの開催時には報道人向けのプレスセンターとして活用し大会終了後は展示場に転用する計画とした。しかしその後 IOC からの指摘があり2015年6月の IOC 理事会ではオリンピックのレスリングテコンドーフェンシング パラリンピックのボッチャパワーリフティングパラテコンドーの競技会場を千葉市の幕張メッセとすることが承認された。一方で大規模修繕や新展示棟建設工事並びにオリンピック開催に伴い展示棟がしばらく使用できなくなることからこの期間の国際会議や大型展示会の開催を 外国の展示場に奪われたり、既存の展示会が開催できなくなるなどの影響が出ることが懸念された。この影響を最小限にするため、東展示場臨時駐車場の敷地に、延べ床面積約2万平方メートル、展示面積約1万6千平方メートル程度の仮設展示場を建設した。東京ビッグサイトが主体となって計画し、事業費は約100億円。 デザインビルド方式で設計、試行業者を一括選定、発注し、2015年度に着工、2016年10月に完成し、東7、8ホールとして運用を開始した。10年間程度の運用を予定している。また、オリンピック期間前後には展示場の使用ができなくなる、ことから、東京都は、東京臨海高速鉄道臨海線。 東京テレポート駅近くの臨時駐車場として使用しているとあり地に展示面積約2万4000平方メートルの仮設展示場を建設し2019年4月に開業した当初はオリパラ終了後の2020年11月まで運営する予定であったがしかし COVID-19 パンデミックの影響でオリンピックが1年間延期したことに伴い 大見展示場の運営も1年延長され、2021年11月26日に営業を終了。12月に新東展示棟が営業を再開することとなった。2019年7月からオリンピック関連の一部占有が始まり、2021年7月から9月のオリンピックパラリンピック開催中は全館が使用された。 株式会社東京ビッグサイトの子会社の株式、会社ビッグサイトサービスにより、プリペイドカード、ビッグサイトカードが発行されており、再実主催者によるノベルティなどとして利用されている。館内の飲食店、コンビニエンスストア、自動販売機のほか有明パークビル、東京米、有明ワシントンホテルの一部店舗で利用可能。1000円券と3000円券の2種類あり、 有効期間は6ヶ月。敷地内にはパブリックアートが複数設置されている。2011年にパリで開かれたジャパンエキスポにおいて宣伝広報特命担当として東京ビッグサイトのイメージキャラクターが発表されている。2012年6月に名前の公募が行われ、同年9月に1130案の中から決定した。七瀬葵がデザインした姉の サイトミライとイズミベルがデザインした妹のサイト夢の二人で、いずれのキャラクターも会議棟の建物を模した髪飾りを身につけている。ビッグサイト内の売店ではこのキャラクターのオリジナルグッズを販売している。東京ビッグサイトはエリア放送地上一般放送局の免許を取得し、フルセグおよびワンセグ放送を実施している。校内に 地上一般放送局3局が設置されている。ありがとうございます。